はい、どうも、ひらりせです。どうも、かいのりせです。今日なんですけど、今日はあれですか、はい、レディースデーですか。まあ、そうですね。はい。はい、今月発売される、エアジョーダンシリーズの、ウィメンズモデル3足ちょっとご紹介したいんですけども。はい。はい、その他は、その他のトラビス・スコット関連ですか。あ、そうですね。はい、トラビス・スコットが、1985年のね、ナイキのね、ちょっと珍しい靴を履いてたんで、はい、ちょっとそれをお話したいんですけども。はい。はい、あとは、まあ、小ネタ情報というところと、そうですね、あとは映画情報があるんですか。はい、マーベルのドラマの話なんですけど、はい。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリンク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご存じでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それとね、はい、SNS の最近ね、ああそうなんですか、はい、はい、あのツイッターとかね、インスタグラムの最近ちょっと全然投稿してないんですけどね、最近ちょっと、はい、まああの頑張りますので、ね、そうなんです、はい、あのフォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは1足目になるんですけども、あのアママニエールとエアジョーダン3ですね。そうですね、はい、まあ、以前から、ご紹介させてもらってたんですけど、はい、ヴァイオレット・オレといわゆるエアジョーダン3を、まあ、以前からご紹介させてもらってまして、はい、それがね、いわゆるアトランタのスニーカーブティックの、アママニエールとのコラボで発売するんじゃないかという話させてもらってたんですけど、はい、あのナイキからね、公式写真が出てきてたんで、はい、発売がね近いんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、3月の、ね、30日出てきてましたね。あ、そうなんですね。はい、というのも、本日3月16日に、アママニエールのインスタグラムのアカウントの方で、こういったね、ショートフィールと言いますか、ティーザーみたいなのがありまして、はい、Rise by Woman っていうタイトルで、こういった映像があるんですけど、これにね、この今回のアママニエールとエアジョーダン3の、スニーカーが紹介されてるんですよ。まあ、動画の中に出てくるって話なんですけど、はい、はい。で、それがですね、3月30日っていうふうにタグがついてあったんで、はい、3月30日の発売でおそらく間違いないと思うんですけど。なるほど。はい。はい、まあ、これね、日本での発売がどうなるかわからないのと、うん、あと以前から話してるんですけど、これでウィメンズなんですよね。うん、まあ、本日ウィメンズ特集って言いますか、うん、ウィメンズの靴を紹介するって言ってるんで、はい、これウィメンズになるんですけど、ただね、ウィメンズのサイズで16まであるっていう話なんで、うん、16ってことはメンズのサイズで言うと、US の 14.5 ぐらいに値するので、はい、まあ、その大きいサイズがね、本当に発売されるのであれば、まあ、日本に入ってくることはないと思うんですけど、そんな大きいサイズが。うん、まあ、海外の方のお店の方で、まあ、大きいサイズがあればですね、お求めいただけるんじゃないかと思うんですけど、はい、はい、これはね、かっこいい一足なんですよね。これ、ヴィンテージライクな感じで。そうですよね。はい。黄ばんでたりとかですね、サイドソールの部分が。うん、まあ、日焼けしてるような感じで、アレットの部分とか。あと、以前にも話したんですけど、ソックスライドな部分が、キルティングになってるんですよね。そうそうそう。これちょっとね、かっこいいなと思ってるんで、うん、ちょっと狙いたいなと思ってるんですけど、あの、うん、3月に欲しいカレンダーの後半戦には入れてなかったのは、はい、これ、その時は分からなかったんで、3月30日っていう発売が、ね、はい、本日付で出てきた情報なんで、うん、これちょっと狙っていきたいんですけど、うん、日本でのね、発売がどうなるのかなっていう感じなんですけどね、はい、まあ、日本での発売が来ることがあってですね、まあ、29センチぐらいまで発売があればですね、ちょっとぜひとも狙っていきたい一足だなと思ってるんですけども、はい、はい、続きまして、はい、あのアリーリメイト、エアジョーダン1ズームコンフォートなんですけども、そうですね、はい、はい、これまだスニーカーズの方にね、日本のスニーカーズの方には来てなくて、うん、アトモスさんのローンチカレンダーの方に3月24日に、まあ、スタイルコーナーが来てるんですけど、まあ、見てもらってるのはナイキの公式写真で、アメイア・メイの、いわゆるコラボになるんですけど、うん、これね、ちょっと2枚目の写真というか、次の写真見てもらいたいんですけど、うん、持ってる方の投稿で、旧レースをちゃんと通してないね、画像の投稿があったんですけど、うん、これ公式写真で見るよりちょっとマットに見えないですか、これね。ああ、そうですね。そうなんですよね。はいはい、この、緑のスムースレザーの部分とかが、ちょっとマットに見えたりはするんですよね。あとね、これ一応サテン生地とかが使われてるんですけど、そのサテン生地もですね、光り輝いてる感じがあまりなくて、公式写真の方がすごくね、フラッシュが当たってて、光沢がある感じがあるんですけど、そうですね。このね、持ってる方の投稿を見たら、かなりマットに見えるなっていう感じなんですけどね。じゃあ、なんか日本での展開っていうのが、まあ、ウィメンズなんですけど、29センチのあるならば、僕ちょっと狙っていこうなと思ってるんですけど、はい、はい、まあ、スニーカーズの方に来てね、サイズの展開がどうなってるか、ちょっと確かめたいんですけど、はい、まあ、気になる一足なんで、はい、まあ、これも一応ウィメンズということで、うん、はい。で、続いてなんですけども、はい、あのエアージョーダン9のチェンジザワールド、ね。そうですね。こちらはですね、3月の12日か13日に発売するっていう話を以前させてもらってたんですけど、はい、それも延期で3月12日か13日言ってたんですけど、はい、またまた延期になりまして、はい、はい、3月のね、31日っていうのに来てましたね。あ、そうなんですね。はい。で、以前にお話したんですけど、これはウィメンズで、右も左もカラーが違うんですけど、そうですね。はい。これがね、使われてるカラーのね、その、なんていうか、ね、染めっていうのが、まあ、天然の素材が使われてまして、はい、植物系のね、ものが使われて、いわゆる化学薬品が使われてなくて染められてるんですよね。まあ、ベジタルタンニングと言いますか、はい、うん、まあ、花のね、押しつぶした時に出る汁で染めてるであったりとか、はい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 、確か野菜とかもそういうのも含まれてたと思うんですけど、はい、
はい、まあ、こういったデザインの、エアジョーダン9で、ウィメンズで、チェンジ・ザ・ワールドっていうものが発売されるって言ってたんですけど、はい、まあ、それがね、3月31日に来てるっていうことなんですけど、なるほど。はい、まあ、日本での発売の情報がまだ来てるわけじゃないんですけど、はい、あとちょっと言い忘れたんだけど、かかとのデザインの、このトルチガイの刺繍でね、はい、23って入ってるこのデザイン、ちょっとかっこいいなと思ってるんですよね。かっこいいですね。はい。まあ、この左右、非対称のカラーにはなってるんですけど、うん、プレーンなね、グレーのスウェットパンツはすごく合いそうな、あ、確かに一足だなと思うんですよ、ね。はい、まあ、これね、ウィーメンズで、おそらく僕らサイズないと思うんで、うん、まだ日本での発売のね、はい、ことができれば、こちらでご紹介したいと思うんですよ。そうですね。はい。はい、で続いてなんですけども、トラビス・スコット関連の情報ですか？そうですね。はい、トラビス・スコットが、自身のインスタグラムの方でこういった投稿をしまして、はい、でね、この靴何かなってなったんですよ。うん、海外の、リークアカウントサイトが、これ1985年にナイキから発売された、うん、テニスプレイヤーのジョン・マッケンローって言ったじゃないですか。はい、彼のシグニチャーモデルである、マックアタックっていう靴があるんですけど、僕それね、ちょっと知らなかったんですよ。うん、はい。それをね、どうも履いてるっていうの言ってたんですよ、ね。ああ、そうなんで、これヴィンテージだと思うんですけど、これ一度も復刻されてないらしいんで、で、その、売られてるサイトの写真がこれになるんですけど、一応ね、US の11で、ヒアリスのサイズで一応探したんですけど、そうなんですか、日本円でね、だいたい11万円ぐらいでしたね。あ、そうなんですか、ね。はい。一応ヴィンテージって書いてるので、はい、デッドっていうよりか、多分ユーズドに当たると思うんですけど、うん、こういう風になりましたね。はい、1985年っていうふうに書いてもありましたし、うん、あとね、この説明にも書いてあったんですけど、そのサイトの、終端の部分の駅って書いてる部分が、チェッカーフラグになってるんですよね、これね。ああ、そうですね。はい、そうなんです。これね、トラビス・スコットが履いてることによって、値段が上がるかどうかっていうのは分かんないですけど、うん、これちょっと復刻してほしくないですか？なんかかっこよくないですか？これ。かっこいいですね。はい。復刻の際はね、ちょっとボテッとなるような感じじゃなくて、こう、細身の感じで、ね、ああ、そうですね。ちゃんと、そうなんですよ、ね。当時の感じだと、ね。そうなんですよ。って思うんですけどね、オドアリスコットが履いてることなんて、まあ、これ、なんか今の時代全然ありだなっていうふうに思ったっていう話なんですけど、はい。はい。で、続いてなんですけど、これは小ネタですかね。はい、そうですね。はい。ロンハーマンの、サンダルですか？あ、そうですね。はい、ウーフォスっていうね、うん、サンダルのブランドがあるんですけど、うん、ランニングの後であったりとか、いわゆるその、なんていうかね、ハードのトレーニングあるじゃないですか。はい、した後に、足の使いをリカバリーするために作られたサンダルっていうのがあるらしくて、はい、僕もこれ、今まで知らなかったんですけど、うん、そのウーフォスっていうブランドが、ロンハーマンとのコラボで、はい、こういったね、サンダルを出しまして、はい、ちょっといいなと思ったんですよね。まあ、最近ジムに行ってないんで、まあ、ジムの会社にこんなサンダル履きたいなと思ったんですけど、これを買うことによって無理やりジムに行くようにまたなるかなっていうちょっと思ったりもしてるんですけど、まあ、こんななんかサンダルが気になったっていう話なんですけど、ちなみにこれお値段の方1万1000円なんですね。そうですね。はい。はい、この、ロンハーマンとのコラボじゃないモデルに関しては、ウーフォスのサイトを見てたんですけど、はい、大体ね、8500円ぐらいでありましたね。あ、そうなんですね。はい。まあデザインもね、まちまちと言いますと、普通になんかトングのようなサンダルの形のものもありましたし、はい、キッパーのような形のものもあったんですけど、うん、はい。続いて、キャレドの情報ですか？あ、そうですね。はい。DJ キャレドが、うん、ドルジェ&ガッパーナとコラボしたみたいで、はい、はい。こういったね、なんか看板の投稿をね、彼が、インスタグラムのアカウントで投稿してたんですけど、はい、はい。で、ね、ちょっと違う写真見てもらいたいんですけど、うん、この花柄のようなデザインのものが、どうもドルジェ&ガッパーナとのコラボらしいんですよね。はい、はい。はい。パッて見た感じ、ベルサーチに見えますけどね。確かにね。はい。だからこんな形でね、ドルジェ&ガッパーナと DJ キャレドがコラボしてまして、どうも発売してるみたいなんですけど、ああ、ちょっと面白かったんで、紹介させてもらったんですけど、はい、アトリエニューヨークっていうね、ニューヨークのセレクトショップがあるんですけど、はい、僕、時々見てるんですけど、そこ、はいはい、で、そこで、パームエンジェルスっていうブランドあるじゃないですか、はいはい、の、こんなね、テディベアの人形がありまして、で、足の先にね、パームエンジェルの P と、パームエンジェルズの A の、うん、デザインが施されてる人形があって、可愛いなと思ってたんですけど、うん、ちょっとね、2枚目の写真見られるんですけど、首がポキって取れるデザインになってて、はい、ちょっとね、怖いなってなったっていう、ね、一瞬なんかね、欲しくなくなったなっていう感じだったんですよ。ちょっと怖い感じもありますね。そうなんです。こういったものがあったって話なんですけど。はい。映画情報があるんですか？あ、そうですね。マーベルの話なんですけど、はい、ディズニープラスの方で、3月19日、今週なんですけど、はい、ワンダービジョンが終わってですね、はい、次ですね、ファルコン&ウィンターソルジャーっていうものが始まるんですけど、はい、そちらの方がね、まだね、3月19日から始まるんですけど、シーズン1が終わってないやか、もう監督の方が、もうシーズン2やりたいっていうようなコメントが出てきてまして、はいはい、一応ね、6話しかないらしいんですけど、うん、シーズン1の方に関しては、はい、もう少し何か描き足りなかったのはわかんないですけど、はい、なんかね、シーズン2の方やりたいっていうね、その気持ちの方がすごくなんか現れてるコメントが出てきてたんで、はい、まあ、今週、3月19日にファルコン&ウィンターの方が配信されるんですけど、うん、まあ、僕ちょっと楽しみなんで見ようかなと思ってるんですけど、はい、ね、ワンダービジョンの時もそうだったんですけど、うん、日本、まあ、海外もそうなのかわかんないですけど、うん、配信されたその日の、だいたい4時か夕方の5時ぐらいに配信されるらしいんですけど、僕も、ツイッターの方を見てると、そのディズニープラスの落ちて見られないっていうの結構多かったんですよ。みんな一斉にそのね、見に行くんで。はいはい、なんで、そのワンダービジョンを見て、
何ですかね、お互いその感想を言い合ってるようなツイッターに知り合いとかは、時間ずらして見てるって言ってましたね。ああ、そうなんですか。はい。なんかね、落ちてみられなかったらしいんですよ。今回はまたそういう風になるかもしれないんですけど、僕は大体、その日っていうよりかはね、土日に見てるんで。ああ、そうですね。そうなんですよね。はい。まあ、ちょっとこれ楽しみなんで。はい。今日ね、ウィーメンズのスニーカーいくつかというか、観測紹介させていただいたんですけども、まあ僕はちょっとね、手がちょっと出しづらい流儀であるんですけども、ね、まずちょっと気になる方はね、チェックしていただきたいなと思いますし、またなんか情報出てきましたら、こちらでも紹介していきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions that have